ちはユニオンメイドの早乙女です。まあまあこうしてぼちぼちと動画を撮って配信させてもらってます。私の好きなものだったりとか当店の商品だったりとかについて話させてもらってますけど、当店にある程度馴染みがある人からしたら、あれあのブーツの話は出ないのとか、うちで一押ししてる商品の話これはまだ出ないのって思ってらっしゃる方も多いと思うんです。でそれはですね、やっぱこう熱が入りすぎてるものだとなかなかコンパクトに話をまとめられないっていうところがその理由ではあるんですけど、いずれぼちぼち話していきます。それぞれの商品の細かなところとかの機能とかの素晴らしさっていうのを話していきたいと思ってます。で今回はこのうちの一押しですね、アメリカのサンダースマニファクチャリングのアルミのこのファイルケースというね、こちらのですねお話をですね、こう商品紹介っていうのをまずはイントロとしてちょっと話させていただきたいと思っております。はい、ね、これはねもう見ての通りもう頑丈アルミでできた重厚な作り、何年使っても壊れないような、もうまさにヘビーデューティーっていう単語を体現したような製品ですね。もう強いアメリカという時代の代名詞象徴みたいな、もう文房具というかね事務用品であると言えます。サンダースはですね第二次大戦後1940年代の半ばに、まあ、これを創業したサンダースさんが、家でねアルミの板をこう曲げてファイルボックス作って地元の警察に売りに行ったっていうのが起源となってます。まあこれはアメリカメイン州での出来事なんですね。でそれからねもう今50年以上にわたってもう現在に至るまでアメリカのポリスですね、あと消防病院とかフェデラル関係とかガバメント関係の機関で使われ続けています。80年代ぐらいがその全盛期でね、当時その映画を見るとよく警察がこう聞き込みとか出動するときにこれを持って出てったりとか、いろいろな場面でこのアルミのファイルケースっていうのを姿を見ることができます。でまあ今でも使われてはいるんですけど、今はやっぱり文書の保管の状況仕方っていうのが変わってきたんですけどね、やっぱりこう現場での、 筆記をしながら資料を入れたり小物を保管したりっていうこの機能ですね、そのストレージ機能は活用されててね、今でもまあドラマとかの中でも見ることができますね。で私とこのサンダースマニファクチャリングですね出会いっていうのはね、20代の頃勤めてた雑貨屋さんで、まあスタンダードなクリップボードっていうのがですね、もう本当に 2,3 個ぐらいかな、仕入れられて店にあったんですけど、3,000円ぐらいするからやっぱ全然売れなくて、もう店の棚の下の方でほこりかぶってたんですよ。でそれをまあちょっとこれ俺買おうかなと思って買ってみて自分のものにしてみたら、まあまあそれはとても機能的で魅力のある商品だったんですね。でそのブランドのいろいろを知っていくと、もう完全に心奪われて、自分が店を持ったらこれは絶対取り扱うんだって心に誓ってました。さあそしてその時が来て、よっしゃと思って取引をアメリカのサンダース社に申し込むんですけど、まあ簡単に門前払い、 2,3 回門前払いくれる。でそんな中食い下がって、やっとのことで取引をしてもらえるようになって、もう今に至るまで日本では唯一の正式なディーラーとして当店は存在してます。今思うとね、よく考えると自国の政府機関とか警察とかに使ってもらってたら、もうそれだけで商売って全然成り立ってるんですよ。それがねもう英語も喋れないような東洋人が連絡してきたからってね、そりゃ取引してくれないよなーって、逆の立場だったら僕もそうしたかもしれないなと思ってますね。だから今はこういう状況にあるってことは大変嬉しくあると思ってます。まあそんなことからね、今後はいろいろな各モデルのね使い方というか機能とか、素晴らしさっていうのを伝えていきたいと思っております。もうたまらなくいい製品です。そして主力モデルは今も全部メイドイン USA です。で後世に残るね、まあ丈夫さとこの存在感、もうこの製品をね、まあ家の中というか自分の身の回りでその佇まい見てるだけでもアメリカのもうこう情景がイマジネートできてくるようなところがあります。まあ今後ゆっくりサンダースの商品は紹介してきますんで、それを楽しみにしててください。
それではまた次回をお楽しみにしてください。さようなら。